野々村誠の広島魅力発見。今週は廿日市市を調査します。今回向かうのはあちら、宮島です。今年は廿日市市とフランスのモンサンミシェル市が観光友好都市として提携して10周年。それを記念し、廿日市市では楽しいイベントが盛りだくさん。さあ、宮島に着きました。ここにもですね、モンサンミシェルとのことについて紹介してありますよ。野々村さん、こんにちは。宮島観光親善大使の森です。あら、今日はよろしくお願いいたします。そもそもですね、モンサンミシェルってどんな街なんですか？はい、フランスの修道院があるとても美しい街ですよ。厳島神社と同じ海に浮かぶ世界遺産ということで観光友好都市なんです。7月にはモンサンミシェルで10周年記念式典も行われました。へー、行ってみたいですね。で、10周年記念のイベントでどんなものがあるんですか？はい、10月5日、6日にここ宮島桟橋広場前にオープンカフェが登場します。フランスのカフェテラスをイメージした空間でパリジェンヌ気分になれちゃいますよ。素敵すぎる。野々村さん、はい、もう一つ素敵な情報があるんです。あ、それではここでクエスチョン。あ、クエスチョン。10月5日、6日に宮島内で買い物をすると抽選であるものが当たりますが、それは何でしょう？1番、宮島とモンサンミシェルのコラボグッズ、2番、モンサンミシェルのお土産、3番、はい、野々村さんのブロマイド。芸名、モンサンミシェル結構いいかもね。広域都市圏イベント情報。10月13日に和木町八ヶ峰総合公園バラ園でハッチーハロウィン in 八ヶ峰を開催。ハロウィンパレード&仮装コンテストなどイベントが盛りだくさん。北海道のグルメも味わえますよ。森さん、クイズの答えをお願いします。はい、正解は2番のモンサンミシェルのお土産です。10月5日に宮島内で2000以上のお買い物やお食事をすると抽選用の応募用紙がもらえるので、ぜひチャレンジしてみてください。よし、僕もたくさん買い物して応募しようっと。よかったのな、モンサンミシェルプロバイド。他にも10月11月にはこんなイベントも。モンサンミシェルの名物料理といえばオムレツ。廿日市市内のお店が独自にアレンジしたオムレツを食べ比べるスタンプラリーを開催します。おしゃれで楽しいイベントだらけですよ。詳しくは宮島観光情報のフェイスブックをチェックしてくださいね。よし、もっと宮島を観光、調査してから帰ろっと。ザ・広島ブランド認定特産品の中から広島レモンサイダーを抽選で3名の方にプレゼントします。番組ホームページからご応募ください。次回は日本遺産北前船と竹原の歴史を調査します。